ですか。何年待った？待ちすぎな。どっかのお渡し会みたいな感じでさ、何年越しかなみたいな。おそれ言ったらあかんやつ。あれだって3年くらい待たされてるんじゃない？待たされてる。確かにあれは年越しだね。ちょっと待って、空めっちゃ綺麗くね。えぐくないこの色。うん、まあそういうことで、もう今回はハレハレのサイン会レポじゃねえだろ。行ってきましたーじゃないです。行ってねえし。行けなかった理由言ってみ。まあ一心上の都合。バカなのかな。申し込み忘れただけであって。すげえバカやん。いや、バカじゃないよ。みんな知ってるよ。それ知らんでしょ。知る知る知る。多分秀才だと思ってる俺。空が暗くなってる。うん、ほんとだね。関係ないね、この話。君のせいだよ。結果を見てこいよ。いいの？もう見て。もうなんならもう遅いでしょ。もうメールはもうすでに来てますから。そうね、朝ぐらいに来てたもんね。はい、見ないように我慢したんだわ。どうする？エリトから見るか。私からでいいの？はいよ。じゃあログイン、あれログインしてる。 OK。 いくよ。って言うと怖いな。いきます。はい、ウィニング押しちゃいます。どんまい。いや、なんで。いや、まだ何も言ってない。当選。最悪だ。よし、じゃあちょっと見てくる。はい。ハレハレ挽回になるか。いきます。うざ。いや、当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。でも初の対面サイン会、初サインゲット。そう。おお。てか多分動画じゃなくて普通にプライベートで話したと思うよ。自分はあのジョヨンさんのサインをもらうまではワンスをやめれないって言ってた。言ってたね。そっか、持ってないのか。持ってない。ああ、これ相当貴重な経験になるよ。いやー、当てましたよ。いや、よかったよ、ほんとに。二人で当てたかったところもあるしさ。あるっていうのと、モチベだね。そうっすね。11月までのモチベができたよ、これで。できたね。うん、頑張れる。いやー、ハレハレ思い出すわ、マジで。してねえんだって。じゃあ、ちょっと感覚教えとこうか、どんな感じか、みたいな。え？どんな感じか、みたいな。いや、だからさ、そう、だから一応聞きたかった。全体のやつをやるのは、なんかみんな椅子に座って、並んで、流れてくるのは。あの、よく韓国でやってるやつね。やってるやつ。うん、あれはわかる。うん、個人ってどうなってんの？それさ、みんな並んでて全員のメンバーの顔見れるの？で、自分はジョンヨンだけ見る。はい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 。言ってないならではのやっぱその疑問がね、たくさんあると思いますけど、はい、それをまとめた動画、後日出させていただきますよ。だからこう、ハレハレがどんな感じだったのかとか、プラス注意事項っていうのかな、これだけはやっといた方がいいとか、これ気をつけてねとかってこともあったりするから、だからこれを見とけばサイン会大丈夫っていう動画をね。あ、わかりました。はい。だからそれまでにまずは自分何言いたいか考えとき。考えとくにしてもさ、うん、どれくらい話せるかもわかんねえじゃん。あ、まあ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 。だからそれに合わせて考えるから、はいはい、今知りたいです。だからこれが言いたいみたいなことはあれば大丈夫だよ。え、俺長いよ。何何言って。いや、やっぱりね。メンタルとか大変だと思うんだけど、すごい頑張ってる姿が素晴らしいよ。これからも応援していくんで、ジョヨン様はジョヨンさんらしく頑張ってくださいっていう尺で。あ、今の感じだとね、あの初めのいや、まあね、で終わり。わかった。あ、じゃあ今ぐらいの感覚ね。うん、言えることはもうそれぐらいだと思って。おいおい、わかった。11月入ったらモチベじゃない、あの実感出てきたのね。あ、11月入ったらもうさすがにそわそわしてくると思う。仕事には手つかないからね。そうね。いや、でも仕事頑張んなきゃ。そうよ、それが乗り切った先に待ってるのが実は委員会だから。そう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 。2人めでたく当選、本当におめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ楽しんでいきましょうね。おっす。以上、せっさくでした。ありがとうございました。あのさ、ちょっと日本語で話しかない。何かな。
「オス」って言った後に韓国語絶対おかしいからね。オス